つけました。きっとあれがフューリーですわ。おう、それじゃ早速。ちょっとお待ちになって。んだよ、さっさと手に入れて女洞窟をおさらばしようぜ。そうそう、何もったいつけてんのさ。簡単に見つかりすぎではありません？こういう場合、何かしら罠が隠されてるとは思いませんか？罠？ええ、フューリーが隠されてる場所は古代の遺跡のようなものですからね。隠した古代の方がよくトラップを仕掛けているものですのよ。なんだお前、よく知ってんな、そんなこと。あなた方が知らなさすぎですわ。言われてみるとここまで簡単すぎたかなって思うけど。いいだろ、その方が楽で。こういうのはな、ごちゃごちゃ考えてる間にやっちまえばいいんだよ。あ、ちょっと、ファングさん。よっと、ほら抜けた。なんだ、これはひょっとして。ファング、逃げて。なんでこんなところから溶岩が。くそ、囲まれた、出られねえ。私言いましたのに。ファングさん、少し軽率すぎましたよ。って、あんたも何のんきに言ってんのよ。このままじゃファングが。ええ、分かってますか。でもこういうトラップ、大抵の場合簡単に解除できるものですのよ。そう、例えば。ちょっと、どこに行くの。この岩のように見せかけた板は制御装置だとか。あ、溶岩が流れてっちゃった。助かったのか。ほら、お分かりでしょ。分かったって何が。私がいなければお二人ともダメってことがですわ。お礼なら結構ですわ。おバカな下僕を助けるのもご主人様の役目ですものね。くそ、覚えてやがれ。いつか絶対に泣かしてやる。って、今度は何。どうやらモンスターの親玉らしいぜ。今度は俺の出番だな。はい、しっかり働いてくださいましね。で、あんたも戦うのよ。行きますわよ、キュイ。キュイ、暴れなさい。はい、おしまい。マジカルエフェクト、ダウンフィジカルディフェンス。お覚悟を。キュイン。水の刃。さあ、アタックエフェクト。
せてもらう。頼むぜ。力が。行きますわ。ついたみたいね。ええ、でも次からは安易な行動は慎んでくださいましね。ほんとしっかりしなさいよファング。いつまでもこんな女に言いたいこと言わせといちゃダメ。あったよクソ。ほらフューリーも手に入れたんだからさっさと帰るぞファングさんって楽しい方ですわ。